ある日、テレビで著名な科学者がこのようなことを言っていたそうです。血液型で性格が変わるなんて科学的根拠はない。それに反発する一致はこのスレを立ててこう述べた。いや、でもそんなこと言ったら性格に影響ないって根拠もないよな。ここから、このスレで血液型占いを中心に血液型の議論が始まる。なお、占い自体に科学的根拠がないという元も子もないことは、無粋なので主張しない。俺は影響あると思うがねえ。それこそ科学的に。エビデンスは？ないけど予測。免疫力で差が出るならさ、例えば A 型が有利な環境なら、A 型はフレンドリーな性格になる可能性だってある。逆に A 型に不利な病気が蔓延してたら神経質になるわな。性格は知らんけど、統計では無能が多いの少ないの出てるんだろ、確か。え、マジ？能力に影響してんなら性格にだって影響するじゃん。少なくとも血液型で免疫力に違いが出るんだぜ。血液型により免疫力が違う。この説を提唱している学者は調べたところ多いようである。ただし、どの血液型が免疫力が強いかということは、学者により異なるのでいまいち信用できない。A 型は几帳面とか言われてる社会で生活してる場合の、環境的な影響はある。これ丸型はこういう性格っていう風潮の中で生活してると、自らそういう性格だと思い込んで自らそういう性格に寄せていくってのはありそう。あるとしたらこれよね。特に30前後のやつは、子供の頃からテレビなり雑誌なりですり込まれて、影響されてるやつを襲う。これだと思っている。世間のイメージに引きずられているのよ。だから結果的に少しは診断も合っているかもしれない。確かに、周囲に影響されてその性格になりきろうとしている可能性は高いのかもしれない。しかし、一致は反論をやめない。でも割とわかるんだよな。70% くらいで当たる気がする。普通にそこそこ真面目で何でもそつなくこなすやつが A 型。場の空気読んでいつも皆を笑わせてくれる、ちょっといい加減なやつが O 型。周りがあんまり見えてない、我が道を行くってやつが B 型。変人鬼人の AB 型。バーナム効果でググれ。ちなみにバーナム効果とは、誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格を表す記述を、自分だけに当てはまる性格なものだと捉えてしまう心理学の現象のことである。傾向とかはあるんじゃない？血液型によってこうなりやすい性格とか、それこそ例外はあるだろうけど。そうじゃなくて、A 型に不利な風土病がある地域の A 型は、子供の頃からしょっちゅう風邪とかひいててさ、人との関わりに消極的になるとか、統計を使って仮説を棄却する方法があるから、誰かはやってると思うよ。ねえよ、血液型で差別して喜んでる低能だけだろ。血液型に異常にこだわってるバカ女いたけど A 型だったわ。日本人は A が多いだけで、クソみたいな奴も本当は A に多い。ある民族は O 型しかいないそうだ。それって偶然だと思う？そりゃ O 型の遺伝子しかなかったら全員 O 型になるだろ。それはありえないだろ。コロンビアやベネズエラだけ？むしろ何らかの理由で、A 型と B 型と AB 型が絶滅したと考えるべき。病気では？だろうね。A と B の抗原持つやつ、根こそぎ全滅させるような風土病が南米にあったと思われ。ある民族って何？もったいぶらないで教えなさいよ。だからベネズエラとコロンビア、国レベルで O 型しかいない。つまり世界的に見れば、O 型はベネズエラやコロンビアの人口が多く、国民性としておおらかで明るい人は多いよねってだけ。スペイン人が移民してきたんだよな、南米って。スペイン人の中でも、よっしゃ、国捨てて新天地に行ったろって奴らの子孫だから、向こう見ずな性格の遺伝子が残ってるのかもな。慎重な A 型とかは移民とかしてなさそう。私がググった面白い学説を紹介する。クロマニヨン人はみんな、O 型だったそうである。その他の血液型は人類が進化して生活を変えていく過程で、変化をして生まれたそうだ。A 型は農耕が始まった時に、B 型は遊牧民が多い地域で、AB 型は2000年前ヨーロッパの都市部でそれぞれ生まれたそうである。この学説と人類の歴史を照らし合わせたなら、南米でなぜ O 型が多いか察しの良い人ならわかるかもしれない。そもそも大量に輸血すると人は人格変わるらしいし、血液型性格診断って、もともと提唱した人の書いた本がとんでも本なんでな。食料によって血液型に偏りがあるのはどういうことなんだろうね。マジ？総理大臣は O 型が異常に多いとか。知能指数とかに優位の差があったとしても、そんな研究結果発表しづらいだろうしな。優勢思想につながるような内容だから。そんな研究に表立ってお金を出してくれる機関はないだろうな。結局研究はお金持ちのご機嫌を取ることしかできないのか。血液とか脳も含む体中循環してるわけだし、なんかしら違いがあってもおかしくないよね。
そうそう。俺もそういう考え派。そもそも O 型は本当はゼロ型で、A の抗原も B の抗原も持ってない人のこと。その抗原が脳に影響してる可能性だってある。脳細胞の近くまでは入っていかないから、それは関係ないな。へえ、そうなんだ。赤血球は脳にはアクセスしない。セキュリティ上の問題でね。代わりに脳症が酸素を運ぶ。不思議だよな。ヘモグロビンを使わずどうやって酸素を運ぶんだろう。ググるか。O 型は全員 ADHD だと思う。わずかな天才も O 型。B 型は自己中。AB 型はキレるやつ。表現するやつ。A 型はストレスで病気になるやつ。こういうの見ると当てはまりそうな気がするけど、全部当てはまってる気もするんだよな。俺周りに合わせられない自己中の B だが、ADHD っぽいのかと不安に思うこともあるし、小さい頃はすげえ短気だった。ストレスないと言われたらストレスない気もするが、変なこと考え込んでストレス抱えてるタイプな気もしなくもない。統計的に何度も大規模に否定されてるんだけど、いやあるんじゃない？長年の経験を統計したものだしってなる。信じてる人から宗教を奪うのは無理ゲー。確かに。血液型占いで性格がわかるということにこだわり続ければ、一歩間違えば優勢思想に陥ってしまうかもしれない。この手のものはエンタメとして楽しむよう心がけねば。でも傾向はありそう。血液型性格判断というと ABO のことしか言わないのな。一口に血液型と言っても大まかに37の分類法がある。厳密には100種類以上だ。その中で ABO 式に固執するのはなぜだ。少なくとも星座占いみたいなもんではない。血液の質が明確に違うんだから、性格に影響出てもおかしくない。結局、血液の質が性格に影響するということを示すエビデンスがないので結論付けられないよね。それにもしそれが言えるのなら、人は血液型だけじゃなく赤血球、白血球濃度や血小板の濃度といった様々な成分も十人十色なので、性格の違いの要因が血液型だとは一概に言えないよね。なるほど。影響出てもおかしくない。止まりじゃ科学的な根拠とは言えないよね。そういう占いって、みんなに当てはるような当たり障りのないことしか言ってねえから、外れるわけないんだよな。とある占い師の方曰く、血液型占いは4タイプしか分類がなく、自分がどのタイプに属するかも覚えやすいので今日のように広まったという。確かに占いのことなど知らなくても誰でも血液型占いはできてしまう。血液型版アキネーター作ってみてほしいわ。A 型はこうで B 型はこう、みたいに言われ続けることで、性格がそっちに寄ってくるだけ。現にそんな傾向があるなら、日本以外でも言われているはず。日本は割と血液型がバランスよく分かれてるけど偏ってる国の方が多い。AB 型も日本人は多い方。なんでこうなるのかが気になる。性格に影響ないって根拠も、影響あるって根拠もないなら、結論はどっちかわからないだろ。ま、こっから本題な。リアルで話したら気違い認定されるから、VIP でしか話せない話。俺って嗅覚が鋭いわけじゃないんだがな、どうも嗅ぎ分け能力が少しだけ他の人よりもいいらしいんだ。でな、血液型がもう大衆で判別できる。それっておかしなことだと思わないか？抗原がどうのじゃなくて、血液型は大衆に影響するんだよ。もちろん血が直接に負ってるわけじゃない。つまり、これは俺だけじゃなくてみんながそうなんだと思う。O 型から見て、A 型と B 型は独特の刺激臭を放つと。一致が自説を語り終えたところで血液型と性格の議論は、さらに加熱していく。血液型で性格などわからないとするもの、それに反対するもの、果ては優勢思想につながりかねない恐ろしい意見まで、様々なものが乱れ飛ぶ。俺 B 型だけど B 型の診断に納得するくらい当たってると思う。北朝鮮、韓国、ロシア、イラン、イラクとかは他国よりも B 型が多い。南米は O 型が多い。日本とスイスは A 型が多い。マジレスすると、子供の頃からこういうこと言われていたら性格も偏るだろ。その心理学も根拠ない眉唾だよ。実は日本においては人種の話になる。B と O は縄文系が多く、A は弥生系が多い。そしてそれぞれの血の特徴も、人種の特徴とリンクしてる。だから当然外れる人も多いけど、傾向として当たりがち。西洋も少し前までユーモアだ、メランコリーだ、体液別に4タイプ性格があるとか信じてたし、ベストで死にづらい O 型が、魔女裁判やユダヤ人迫害、O 型が多いに繋がったんじゃって研究もある。人間の知能って、パターン処理イコールレッテル張りで動いてるから、分類したり理屈つけたりが楽しい生き物ってだけなんだと思う。俺 B 型だけど、よく A 型っぽいとか O 型っぽいって言われる。でも B 型だって言うと納得される。血液型に対する性格のイメージって、相当曖昧なんだよな。性格に影響ないって根拠はあるやろ。血液型に脳に影響を与える物質は含まれてない。血液型は性格関係ないが、
子供の時の環境は性格に影響する。子供の時は親族、特に両親が環境のほとんど占めるだろうから、血液型が性格に影響するように見える。日本人だからだよ。みんなが A 型はこういう性格だからって言ってるから、そう振る舞っておこうって考え。日本、スイス、ノルウェーとか細かい作業が得意系の国が A 型国家だから、几帳面と言われてるだけかな。殺人が多い国は全部 O 型国家なのも有名な話。テロ国家は B 型が多いのも常識。平和な国ランキングトップ10を見たらわかるけど、A 型国と O 型国のみちゃんと何型国って書かれてる。B 型国は紛争地が多い。そもそも血液型は4種類ではないからな。輸血できる分け方が4種類というだけで、血液型の組み合わせは億通り以上ある。すべてが対ウイルス用の免疫情報で絶滅を防ぐためのもの。ブラジル人の血液型とか見てびっくりしたりするけれど、免疫やストレスと性格は密接な関係があるから、ないとは言い切れないでしょ。血液型は関係ない。思い込みの産物や。リアルの人間関係で相手の血液型気にすることってなくね。友達の血液型とか全然知らんわ。最近体積ってものを知って、血液型も何かしら影響があるんじゃないかと思うようになった。気づいたらよく遊ぶ友達が B 型ばっかだった。そんな俺も B 型。少なくとも日本のやってた血液型占い的なのは半分嘘だと思う。半分も嘘なんて信憑性ない、95% 超えるくらいじゃないと。血液型相性なんてのも全く当てはまらないと思う。傾向があっても180度人によって変わるから。一昔前のテレビってやたら、血液型で性格が違うか検証、みたいな番組やってたよね。血液型で影響あったとしても、何百種類もあるから実質当てるのなんて無理だし。血液型より身長の最後の1桁で分類しても、こういう傾向があるって言えちゃうぞ。俺は本当は B 型だけど、人に聞かれたらいつも A 型って嘘言ってる。全員信じてる様子だから、血液型なんて当てにやらないんだなって感想。性格に影響する、これを具体的に証明するのは大変だ。なぜかなら性格に影響する傾向があるものはたくさんある。人種や文化、親や他人、知識や考え方、育った環境は様々だ。そして血液型それら対して影響する比率はどれくらいなのか？影響はある、としても 1% だったとしたら？そして何%以上から根拠が認められるのか？何も決まってない。血液型で性格に影響するかはわからんが、身体に何らかの影響があるのは確実。じゃなかったら全員同じ血液型で良いからな。血液型によって病気リスクなど異なるんで、性格の傾向に反映される可能性は明らかになってる。ただし既存の占い、に関しては作り物。いわば手品を魔法と信じるようなもの。意地になって信じる人々はそれこそ、何か得意な血液型を有するんだろう。この273の意見により、血液型議論はさらに加熱する。血液型にしか人体に差異がないと思ってるのかな？病気リスクがなんて、血液型以外の要因がクソほど絡んでくるし、後天的な環境や習慣にすら左右されるわけだが、どうやって血液型由来の影響を抽出したん？性格の傾向とやらの客観的な定義と判別方法もぜひ示していただきたい。血液型が性格の一切を決定づけると書いてないよね。傾向に関わる可能性は十分にあるとされる。ただし、これまでの血液型占い、性格分析や評価に関しては全く根拠がないし、A だと思ってたら B でしたなんてザラなんであって、お察しレベルだと。外国では、肌や髪の色でカテゴライズするから、血液型性格診断が流行らなかったんだろうな。科学的には、関係あるとは立証できないけど、統計的には意外とあるんじゃね？とは思ってる。ただ変態 AB と言っても、その変態とするラインが人によって違うし。十二星座は確かに影響あるような気はする。占い的な話ではなく、生まれた時点の気候とか日照時間は性格に影響はあるだろ。日本はどの血液型もバランスよく存在するからな。南米なんて O 型しかいないのに、A 型は真面目で O 型は自己中でとか言っても通用しないだろ。それに血液型で性格が決まるなら、その後の人生で性格が変わることがないってことじゃん。って英語の長文で読んだ。まあ人間っていうのは、自分が何者か迷った時に、血液型とか誕生日で自分のカラーを決めるものなんだと思う。一種の刷り込み。A 型だけど、今まで A 型に見えるって言われたこと一度もない。血液型で性格がわかるという根拠は確かにない。だが、このような議論ができてしまうほど、血液型占いはエンタメとして日本人に定着している。それがわかるスレであった。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは性格は血液型でわかると思いますか？
ぜひ、意見をコメントで聞かせていただきたいです。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。